天才クイズは、1967年7月26日から2004年9月25日まで中部日本放送で放送された視聴者参加型のクイズ番組、全1930回、四季島製パンの一社提供、CBC ホールでの公開収録が行われていた。1963年4月から1967年7月まで放送された、 小中学生参加による教養クイズ番組、らんぼ教室の番組内容をさらに発展させる形で1967年7月26日より放送を開始。以来、2004年9月まで37年2ヶ月間もの長きにわたって放送された長寿番組であり、東海地区在住の小学生たちが参加する CBC テレビのローカル番組として、 どんぐり音楽会と共に親しまれた。なお、開始当初から当番組は昭和40年代当時の、この種のローカル番組としては珍しくから、放送番組として制作された。岡俊夫作詞、中村八大作曲によるテーマ曲も番組開始から終了まで一貫して、普遍でクイズに参加中の子供が、他の参加者の帽子の色を気にして、 周囲を見て安心したり不安になったりする様子を歌ったものであり、親子両世代にわたって幅広い視聴者層に親しまれた。この番組が打ち立てた37年2ヶ月の放送期間は2012年5月までテレビのクイズ番組最長記録を保持し続けていた。CBC テレビの放送エリアである愛知県、岐阜県、三重県ではイベントや 文化祭などでこの天才クイズを模したクイズが頻繁に行われるなど、同エリアでは非常に知名度の高い番組であった。いずれも JST、CBC テレビでの放送時間、ルール商品ルール商品、ありがとうございます。